洋服が単なる物質的なデザインということではなくて、そのデザインがやがて記憶に変わったりとか、その人の思い出のものになっていくという姿をお見せしたいなと思って、それがもともと自分たちのイマジネーションから生まれていくっていう、何かそう気持ちと物との循環のようなことをテーマに作りました。私たちは東京でショーをしたのは初めてなんですけれども、今までのものづくりと同じようにタイムレスで、そして今までのシーズンにこだわることなく、いろいろなシーズンを重ねてコーディネートしていくということが自分たちらしいなと考えて、そのようなスタイリングをもとにショーを行いました。今回は本当に自分は服のデザインをしていますが、音楽や演出やスタイリングという点では長年付き合ってきた周りの仲間が作り上げてくれたショーだなと思ってます。